マンダル4はフィリピンのルソン島のマニラ首都圏の都市である。EN ・オーティガスセンターとして知られる商業、業務地区に含まれる。ガリッチする。西にマニラ、北にサンフアン、北東にケソン、東にパシュック、南にマカティと接する。2010年時点で人口は約32.9万人だった。面積は11.25平方キロメートルである。 マンダル四の住民は、男性が服を選択し、女性がアイロンをかける産業でよく知られている。彼らの祖先は、マジャパヒト王国のソレダン王と、ナマヤン王国の女帝で、息子のバラグタス王子が1300年頃国を統治した、ササバン王妃と言われている。1470年頃、ラカンタカン王の時代に、ナマヤン王国は半島を拡大した。現在のマニラ市、 サンフアンマカティパサイパテロスタニックパラニャーケヘパシュクの一部、ケゾン氏の一部を支配した。マンダル4が初めて西洋人に知られた時、トンド州のパコ地区のサンタアナデサパのバリオだった。ローマの出資者にちなんで、セーフェリッペネリと名付けられ、1841年にサンタアナデサパから法律上分離された。1863年9月15日。 聖フェリッペネリ教区が設置された。1896年から1898年の革命の中で、この教区はカティプランに人を入れる中契約を担った。1896年8月28日、カティプランのアンドレス・ボニファシオはマンダルヨンの住居で決意表明し、翌29日、マニラを攻撃した。 8月30日、聖フェリペネリでの革命を成功させたカティブナンは、サンフアンで武器を増やすために、火薬貯蔵庫を攻撃した。この出来事は、サンフアンの戦いと呼ばれている。9月15日、この町で、革命新聞のラリップブリカが発行された。アメリカ植民地時代、聖フェリペネリは死に昇格した。後にサンフアンと合併し、政府庁舎が置かれる。 1904年の数ヶ月の間、セーフェリーペネリはリサール州の州都だった。1907年3月27日、サンフェリーペネリはサンフアンから分離し、独立市になった。この時マンダル4に改名された。第二次世界大戦中、マンダル4で多くの住民が亡くなり、施設が破壊された。しかし、1945年2月9日の、 アメリカ再占領によってそれ以上の破壊はなくなった。再占領された日はマンダル4市民にとって祝日になっている。戦後、マンダル4の経済は劇的に発展し始めた。1950年代、60年代に多くの社会基盤や会社が発展し、リサール州でも通すも発展した都市と認識された。1975年11月7日、マンダル4は、 リサール州から分離され新設されたマニラ首都圏に組み込まれた。サインドバイプレジデント、フェルディナンド・マルコス、1994年4月10日、マンダル4はマニラ首都圏で5番目の市になった。マンダル4は熱帯気候で、欠片の気候区分では王に該当する。年間平均気温は摂氏27.2度で、 年間平均降水量は 2093mm である。2月に降水量は平均 8mm で最低となり、8月に最高の 448mm になる。5月に平均気温は摂氏2 9 2度で最高となり、1月に摂氏2 5 5度で最低になる。有数の大通りである EN、ショーブルバル通り、 ニノイアキの国際空港から36分かかる。マニラ首都圏の中央にあり、都市間、都市内ともに高品質の道路が整備されている。マンダル四市南端を通るパシック川は、貨物輸送に利用される。また、パシックやマニラへの通勤にも利用される。ザッパシーグリバーフェリーサービスハズワンステーションインザシティ、エピファニオデロース、サントス通りに並行する。 マニラメトロレール3号線が利用できる。駅は3つある。マンダル4には以下の5カ国の大使館がある。ありがとうございます。